分布吹き溜まった大花海蝶部は土地か神か海蝶部族に分類される海藻の一種。インド用西太平洋の熱帯から熱帯域に分布する。日本では沖縄県沿岸に分布する。本種のみで海蝶部族を構成する。海中で生える姿が勝負を思わせることから名がある。種小名エコロイズは蝶部族の学名アカラスにちなむ。熱帯。 アネッタイのインド洋から太平洋西部にかけて分布する。日本では沖縄県の西表島及び石垣島とその周囲の海域で見られ本種の分布の北限をなしている。浅い海に生息する。海勝負の雌花は葉と同様の浮力を持っているが、その柄を含めた背丈は通常水深よりも短く、花は水面より下にある。ところが看板の差が 最も激しくなる大潮の日の干潮時には花がちょうど水面に届く程度の水深になる。雌花はちょうどこの数時間に合わせて開花し、水面に張り付くようにして花びらを広げる。その形はミニチュア版のバナナの皮のようである。一方花は雌花よりずっと小さく、また長い柄もなくて海底近くで多数の白い花をつけるが成熟すると本体から切り離され、 水面へと浮かび出る。と同時に、花びらが反り返るように開き、高さ3ミリメートル程度の雪だるまのような、弾けたポップコーンのような形になって、水面の上に立ち上がる。群生地では、それぞれの株からおびただしい数の大花が、一斉に水面へと浮かび出て、時に海面を真っ白に覆い尽くす。風や波の力によって、大花は水面を走るようにして、 容易に流されてゆく。ほとんどの尾花は、どこへともなく、流されて終わるが、ごく一部の尾花はたまたま、水面上に開いている雌花に引っかかり、その内部へとはまり込む。潮が満ちてくると、雌花は尾花を閉じ込みながら沈んで行き、重分を完了する。尾花、雌花ともについた千花で、こうした重分イベントが、初夏から秋にかけての大潮の日に繰り返される。 受粉後に作られる実の中には10個前後の種が入っていて、熟して弾けると種が散らばり、根付く。このような方法で受粉する植物は海勝負のみであるとされる。ありがとうございます。